ラジコンモササウルス、とうとう海竜を発見しました。アマゾンで2色あって3599円。お盆休み真っ最中ですが、帰る前に頼んでおけば家に着いたら届いています。操作も簡単そうなので、残りの夏休みもお子さんと一緒に楽しめそうです。テストには以前海洋学研究所、学は楽しいという字です、ネッシーロボットを泳がせた池まで連れて行くことにしました。さあどうなることでしょう。この日全く風がなくて、湖面に山々が映っています。お、流木だと思ったら泳ぎ始めました。まだワニのようにも見えますが、間違いなくこのヒレはモササウルスです。本物そっくりに作ったこともありますが、この予算でこのクオリティ、なかなかすごいと思います。案外大きいので浮力もあり、前面部に水中カメラやアクションカメラをつけることも可能です。カメラはマジックテープでつけてあるだけですが、心配な方は結束バンドで留めてもいいかもしれません。こうして遊びながら水中映像が撮れるなんて、まさに一石二鳥。おじいの言葉ですね。なぜかは分かりませんが、変なところから水を噴出することも可能です。モササウルスにはこんなゲートができたのかも知れません。さあいつもの小川に戻ってきました。本流を泳ぐラジコンモササウルス、底面カメラにはどんな映像が映っているのでしょうか。案外綺麗に映っていますが、顎が見切れてしまっていますね。後でトリミングをすればいいでしょう。川の表面にはウグイの稚魚やオイカワが群れています。トリミングをして少し深いところを見てみると、小さすぎて何の稚魚かよくわかりません。少しゆっくりと拡大してみます。やはりウグイの稚魚やオイカワの稚魚が多いようです。今のはアユ、これもアユ。日中は子供たちが遊んでいるので、アユの存在に気づきませんでしたが、まだアユの群れはいたんですね。縄張りを作らないので、子供たちが遊んでいる時はどこか違うところを回遊していたようです。よくモササウルスの顔を見て逃げませんね。ああそっか、モササウルスなんて知らないですもんね。アユたちも随分大きくなっています。あと 1,2 ヶ月もすると産卵に入るのですが、そうなると多分
上流へ行ってしまうと思います。それまでの間、この小川でもうしばらくアユたちの成長を観察できそうです。もう日差しがこんなに強くなってきました。そろそろ子供たちが遊びに来る時間です。上がることにします。モササウルス、よく頑張りました。水上でも水中でもへっちゃらなラジコンモササウルス。皆さんもこんなので川や海で遊びながら水中観察なんていかがでしょうか。ではまた次回。